お願いします。はい、うん、今ね少し一回ちょっと落ち着いてくださいね、はい、さっきの4つのことね、はい、僕と一緒に話してたら、まあ、すぐに気づいた4つのことね、はい、これなぜ福山さんは気づかなかったんだと思います、うん、不思議ではないですか。なんでやろうというのは思う自分で、まあ、今ですよ、家では思ってなかったでしょうけど、今言われれば私なんで先生が言ってくれた4つのことって、はい、私ならできるはずやのに、気づくはずやのにっていうことですよね。言ってる意味はわかりますよね。単なるダメ出しをしてるんじゃないですよ、うん、この4つってあなたなら気づくはずですよねっていうことです、うんうん、特に大事なことだったから今まで、うん、この2年ぐらい教えたことの中で大事なことを要約して全部振り出しに戻してるような感じなんですよ、うん、言ってること分かりますよね、はい、一見こう自傷行為のように見える、うん、分かりますよね言ってること、はい、これ不思議ですよね、うん、だって自分ってそんな何かちょっとどうかしてるじゃないですか、うん、そこまで自分ってさすがにおかしくないじゃないですか、うん、ですよね、うん、はい、うん、これって何が起きてるのかって言ったら、はい、うん、まあもちろんね、僕の仮説ですけど、はい、福山さんは、うん、ね、ご自分でご自分をネグレクトしてますね、うん、言ってること分かります、はい、自傷行為は DV だったんですよ。あなたがよくやるね、自分を責めたりとか、うん、で自分を傷つけたりするの DV、はい、でネグレクトですよね。だって自分がもうほぼ絶対できることに気づかないんだから、うん、これってあなた自分に心を向けてないですよね、うん、言ってること分かりますよね、はい、うん、でこうDV とネグレクトをこう掛け合わせたみたいな感じですよね、うん、こう自傷行為とその全然自分を見てないのとこうミックスされたような感じ、うん、だから DV 自分で自分に DV して自分で自分にネグレクトしてるっていう感じですよね、うん、だから自分で自分にネグレクトしてたら気づかないのは当然でしょ。自分が、うん、どんなものをホワイトボードに書いたのか、うん、そしてこれを先生に見てもらっていいのかどうかっていうことは、はい、まあ、自分のことは考えないわけですよ、うん、タイトルに入れるとか入れないとかは考えないです。自分がどっちを選んだ方がいいのか、書くのがいいのか書かないのがいいのかとか、そう、気にならないです自分のことが、うん、なんで自分のこと気にならないかって言ったら気にしてないんですよ、うん、言ってること分かりますよね、うん、他の人のことは分かるんです、うん、だってあなたは別に例えばお仲間のこととか赤の他人のことはネグレクトしてませんもん、うん、で DV もしてませんもん、うん、だから普通に分かるんですよ、うん、ここではあなたは自分のことを、ね、うん、僕から怒られるから DV もしてないしネグレクトもしてないんですよ、うん、だからここでは分かるんですよ、うん、あなた家で DV とネグレクトを多分自分にしてますね、うん、特に深刻なのがネグレクトですね、うん、言ってる意味分かりますよね、うん、一応理屈的には分かりますよね、うんうん、だからあなたがしてるんです DV とネグレクト、うん、子供にね、うん、それを毒親と言うんです、うん、あなたが自分にしてることを子供にしてるんです、うん、なんで自分にしてるのかっていうとあなたが親と夫からされたことだからです、う
あなたは結婚して突如として独親になったんじゃないんですよ、うん、まあ、当然子供ができて、ね、突如として独親になったんじゃないんですよ、はい、ね、DV とネグレクトの被害に遭い続けて、うん、ね、もう耐えられなくなった時に、うん、自分をネグレクトしたんです、うん、その夫のネグレクトに耐えるため、はい、ですよね、うん、母親から DV を受けて、うん、あなたのお母さんは、まあ、どちらかというと DV タイプですよね、うん、わかりますね、あの難しい心理学みたいにこと難しく考えなくていいです、うん、もう口でバーって分かりやすい毒親を DV タイプと言います、はい、で分かりにくい毒親をネグレクトタイプと言います、はい、ネグレクトってなんとなく知ってますよね、うんうん、あなたはあの子供の時は親から DV をメインで受けてたと思います、はい、ね、うん、で結婚してからネグレクトを受けてたと思います、うん、で DV はさすがにあなたの場合はね、これ人によって違いますけど、うん、あなたの場合はさすがに耐えれた、うん、でもネグレクトはとてもじゃないけど耐えれなかった、うん、ね、ではそれに耐える方法はって言ったら自分で自分をネグレクトするということがあったんですよ、うん、だったらあなたはもうネグレクトを受けてる自分のことが気にならなくて済むから、わかりません。だからあなたはね、うん、夫のことも気にならなくなったんですよ、うん、子供のことも気にならなくなったんですよ、うんうん、ネグレクトというのは自分の心の中にね、相手の存在がいないという状態です。普通の単なる無視は僕からすると DV です。それは心の中にいますから、心の中にいないんですよ、うん、今僕と一緒にいて僕があなたの夫の話をするから、はい、あなたの心の中に夫がピョッて出てくる、うん、僕があなたの話をするからあなたの心の中にあなたがポッと出てくる、うん、でもあなたはもしかしたら家にいる時に、うん、夫からのネグレクトに耐えきれなくって、はい、多分結婚して 2,3 年以内に、うん、多分自分をネグレクトしたんだと思います、うん、あまりにも辛すぎて、うん、そうするとどうして自分が子供の子供に対して、まあ、これ福山さんだけじゃなくて多くの母親の悩みでもありますよね、はい、なんか子供のことが、はい、あの言うほどさほどなんかこう気にならない、ね、夫が僕からいくら「うわひどいですね、そんなことされてきたんですね」って言われても、その事実があったとしてもどうも心が動かない。それは自分家でネグレクトしてるから、まあ、ここではあそうなんやと思って聞いて家帰るんやけども、家帰ったらネグレクトしてるからされても気にならない。ネグレクトをされてもね、わかりますよね、はい、うん、あの納得することはないと思います、うん、だけどこの話を聞いた時にかもしれないって思ったら、はい、今から僕と一緒に考えていきましょうね、はい、自分で自分をネグレクトするというのは自分に対してものすごく冷たいことだから、うん、でもそれあなたのせいじゃないですよね、うん、うん、あの DV が移る、ネグレクトが移るっていうのあるんです、うん、であのスーザン・フォワードさんとかダン・ニューハスさんの本に書いてあることで、その一歩手前が書いてあったかなかったかちょっと僕記憶にないんですけど、まず自分に DV する、自分にネグレクトするっていうことですよね。あの本には DV を受けたら DV をする親になる、はい、ネグレクトをされたらネグレクトをしてしまう親になる子供にねって書いてありましたよね。あの前があるんですよ、はい、自分に DV をする
自分にネグレクトをするっていうところが、僕はあの本ではちょっと記憶にないだけかもしれないけど、ちょっと省かれてるんじゃないかなと思うんですね。うん、もちろんあなたが子どもさんたちに DV をした、ネグレクトをしたということももちろん もう大問題なんですけど、それ以上問題なのは、あなたが自分をネグレクトしていることですよね。常に自分を意識するトレーニングをする必要があると思います。わかりますよね、はい、自分で自分に意識を向けるんです、うん、あのタイトルを作った自分を自分で見てあげるんですね、サムネイルを作った自分を自分で見てあげるんです。あのお仲間の人のタイトルとか YouTube、うん、ね、サムネイルとか YouTube の台本を見るように、はい、自分で自分を見てあげるんです、うん、そうしたら、あれタイトルの方には入れなくていいのかなとかね、うん、あれこのサムネイルなんかちょっと何書いてるかよく分かんないなとか、うん、あれこんな風になんか、うん、このふくふくチャンネルではとか言ってよかったんだっけなとか、うん、あれこのホワイトボードまだ先生から答え聞いてないなと、これで合ってるんかなとかいうのが、僕は福山さんだったら必ず気づくと思います。なぜならばその証拠がありますね。他の人のことを気づいてるからです、あなたは。だからあなたの心は機能しています。ね、他の人がのことも気づかないということは、あなたの心がその機能してないということを意味しますから。でもあなたは他の人のことが機能してます。他の2人には先生は答えを紙に書いてるけど、私には紙に書いてないっていうふうにちゃんと認知してるということは、あなたの心は機能してますから。わかりますよね。動いてる、働いてるということです。それを自分に向けてあげるだけで、あれ私まだ先生から答え聞いてないのに、これホワイトボードに書いて配信しちゃって本当にいいのかなっていうのは、多分あなた多分他の人よりも気づくと思います。わかりますよね、はい、言ってる意味はわかりますよね、はい、だから自分で自分をね見てあげるんです、はい、うん、どうしていいかわかんなかったら自分で自分を見るっていう言霊を使ってください。自分で自分を見る、自分で自分を見るって言ってたらちゃんと見るようになります。これが言霊の力です。わかりますよね、はい、うん、あのもちろんね、 YouTube 聞いてくれてる方ね、この前のその3部作を聞いてくれてる方で、見てくれてる方で、まあ今日のを聞いてくれてない、見てくれてない方もいらっしゃるかもしれませんけど、あのホワイトボードはまた後日その修正すればいいんであって、はい、あれはね間違えてるというよりはですね、はい、あの言葉足らずですね、はい、例えば自分から被害って毒親育ちってなってますよね、はい、あのホワイトボードの、ここがホワイトボードだとすると、ここに自分って書いて、こっち矢印して、はい、毒親育ちって書いて、ここに被害って書いてるんです、はい、この被害が自分が与えてるような図に見えるんです、ね、誰か第三者に、うん、そして被害っていう単語だけ書いてるんで、うん、福山さんはあの台本では喋ってましたちゃんと、うん、だから、うん、あ分かってるんやなって思いました、うん、だけどあの図だけ見た人は、うん、多分あの分からないと思います、はい、あれは例えば自分がこの4つの役割を同時進行してますとか、はい、順番にこういうふうになったんですとか、はい、そういうのもやっぱり図の中に、まあ、例えば番号を入れるなり文章で書くなり、例えば被害を受けてるですよね。だから毒親育ちの自分という意味ですよね、多分あれ僕は推測するに。だったらあれは被害を受けてる自分が毒親育ちだっ
ていうことを書いてるんで、だからあれ被害っていう単語だけ書いてると、どうしてもやっぱり誤解しますよね。言ってることは分かりますよね、はい、これね、図の心配なんか、図の失敗なんか僕からしたらどうでもいいんですよ、はい、僕は福山さんがね、自分自身を見てあげてないことが大問題だって言ってるんです、はい、言ってる意味は分かりますよね、はい、いや、タイトルにね、淡路島在住って入れなかったなんて、そんなもんすぐ直せば、これから直せばいいですよ、はい、サムネイルで、ね、自分も分かる単語を使うって、そんなもん今からでもすぐ、あれじゃなくて違うシリーズの時に直せばいいだけですよ。台本もね、このふくふくチャンネルはっていう自分の心が引っ張られるような、はい、YouTuber 的なセリフを抜く、そんなことをあなたはいとも簡単にできますよ、うん、ね、そしてホワイトボード、僕がただ、ね、僕が思ってる正しい答えを書いてこの図にしてくださいって言ったらすぐできますよ、うん、何の問題もないです、はい、僕はそこの4つの問題に関しては、間違えた内容に関しては何の問題もないと思ってます。YouTube 聞いてくれてる方にはちょっと迷惑をかけたかもしれないけど、福山さん自身にとっては僕は何の問題もないと思ってます。ただそれよりもとんでもなく大きな問題がありました、はい、あなたなら絶対にできること、それも特に大事だって僕とあなたが共有していることを選んで振り出しに戻していた、うん、ね、それは DV なんか単なるネグレクトじゃなくって、なんかこう自分をいじめてるような感じがあるじゃないですか、わかりますよね、DV とネグレクトをミックス、でこれあなたの人生そのものですよね。あなたの母親は生きてます、あなたの夫は生きてますね。カウンセリングを受けるまで、受けてからもあなたは母親に DV を受けてました、夫からネグレクトを受けてました、夫からは DV も受けてました、母親からも若干のネグレクトは受けてました、これが事実ですよね、2人が調べたところによると、はい、そうするとあなたがね、人から受けた被害をまずは子どもたちにする前に自分にやって、そして今もそれが継続してるんだなっていうことが分かる YouTube だったんじゃないかなって思います、はい、分かりますよね、はい、うん、うん、自分に DV をしてはいけません、自分をネグレクトしてはいけない、当たり前ですよね、うん、DV をしない、自分いじめをしないようにしてください、はい、ネグレクトしないようにしてください、自分で自分を見る、自分で自分をいじめない、自分で自分を見る、自分で自分をいじめない、自分で自分を見る、この言霊をセットで使うことによって、あなたが自分自身にしている DV ネグレクト、ね、少しずつ治ってくる可能性があると思います、はい、そうするとあなたが娘さんたちにしている DV とネグレクトが少しずつ治ってくるはずです、はい、それをあなた自身も楽しみにしておいてもらったらいいし、 YouTube を聞いてくれている方も、はい、あ、人って変われるんだなっていうことをね、あなたの YouTube を追いかけることによって、はい、あなたが、ね、今でも今日の今日でも2021年の11月の22日、はい、今日の今日でもあなたは自分自身を DV してネグレクトしている、うん、これを今からやめていく、それが毒親をやめるということなんだということです。残念ながらあなたが子どもさんたちに DV とネグレクトの両方をやってたことは残念ですがほぼ間違いないでしょう、うんうんね、それも問題ですが自分自身にやってるっていうことも問題。じゃあここでね、反面教師なんです。あなたに DV をした母親、はい、あなたにネグレクトをした夫、はい、
ね、反面教師って何でした？あなたが DV をしない、あなたがネグレクトをしない、それをあなたの母親とあなたの夫が教えてくれてるって僕は言ってるんです。あなたは反面教師のしてることをね、絶対に真似してはいけません。あなたがもう一つ分かってないから、僕は神様があなたがネグレクトをしてるっていうことを僕に見せてくれたんだろうなと思います。わかりますよね、はい、うん、ショックかもしれないですけど、はい、ずっと今から自分自身に DV してネグレクトして、自分の子供たちに DV してネグレクトして、で自分の人生をぐしゃぐしゃにして、母親を恨んで夫を恨んで生きていくよりもだいぶマシですよね、今のショックぐらいね、はい、うん、ただこれで終わりじゃないですから、はい、これからも一緒にね、頑張っていきましょうね。はい、はい、以上です、はい、ありがとうございました。